みなさんこんにちは、細木香織です。今日も YouTube チャンネル始めます。あれですね、この YouTube チャンネル初めてですけど、はい、指輪いじっていいですか？あ、指輪ですか、はいすごいなものしてるんで、ちょっと画面にこうこう、こうやってこうなのどうなんだろう、パンチどうがいいの、すごいな。これは今私が使ってるんですけど、はい、まあ当然ね、母が買ったものですけど、なんか私には小さいからって言うから。どういうことですか？え、何カラットですかそれ？え、何カラットあるんだろうこれ。ちょっと全然私わかんないけど、もっとだからなんだ、バーバーつけてるのはこんな、私がつけたら ここまでぐらいいっちゃうぐらいのとかつけてるから、多分ちっちゃいんでしょうね、本人にしたら。すごいな。香りは ほぼ興味ないんですね、あまり。いや、あんまりないんですよ。だからもうありすぎるから、もう自分でお店に見に行くとかもないし。お店に見に行くよりも、和子さんのが持ってるものを見る方がいいものがあるんですね、多分。そうで、お店に行ってもないって言われるんですよ。あのこの間一緒に行った時に、あのいいのないのってプラッと入ったんですけど、すいません、もうそういう大きい石は置いてませんって。もうないんだ。これぐらいの大きさのダイヤが欲しいとか、まあ、これぐらいの大きさのサファイアが欲しいとかって言ったら、もう年単位で探すとかいうレベルになっちゃうんで、行ってすぐお店行って欲しいから買えるってものじゃないみたいですね。初めて私も知りましたけど、コレクターとしてもすごいんですね、じゃあ多分、おそらくね。そうだから、その本当に見る目っていうか目利きはすごいなと思いましたね。今私家にあるか当たり前のように見てましたけど、実際本当にお店の人とかそういう本当専門の人に聞くと、もう今それを買おうと思っても買えないって言われるんで、だから恐ろしいものがあるなと思ってじゃあ今日はどの話を、はい、まあ、今日は子供の前で親がしてはいけないこと、こちらについてお話ししたいと思います。いや、子供って本当によく見てますよ、うん、だから親は忙しい合間にね、なんかちょこちょこちょこいろんな行動してしまったり、いろんなこと言ってしまったり、何もこう考えないでね、自然な生活の中でしてしまいますけど、子供ってね、意外とよく見てますよ。そしてよく聞いてる。じゃあ例えば小さい子供だったら、一緒にあの、まあ、ママのねランチに連れて行きますよね。でそこに座らせてる時に人の悪口とか、まあ、特にあのお姑さんの悪口だったり、まあ、ご主人の悪口だったり、まあ、子供だから分かんないだろうと思っていろんなことを話してしまってると、意外とそれを聞いてたりする。ランチ会とかで楽しんでる会話の中で、それがほぼ旦那さんの愚痴だったり、お姑さんの愚痴だったり、そういうことばっかりを聞いてると、結局人の悪口を平気で言うっていうことを子供が覚えてしまうんですね。だからお友達ができた時に、人のそういう悪いことだったりの平気でそういうところで話しても大丈夫っていう認識を持ってしまうから、それはしない方がいいですね、子供の前でね。別に旦那の愚痴を言うなって言うんじゃないんですけど、愚痴はあってもね、子供の前でやっぱり言うのはね、良くない。子供からしたら、ほら、優しいいいお父さんかもしれないのに、見ないでいい部分、聞かないでいい部分を自然な中で聞いてしまう。そうすると自分が思ってたお父さん像とだんだんちょっとこうずれてくるようなことになってしまうから、そうすると親子関係も良くなくなってしまうし、まあ、子供からしたら大好きなおばあちゃんが、なんかああいう部分があるんだ、ママにこんな意地悪してるんだっていうふうに思うと、やっぱりおばあちゃんのことも嫌いになってしまう。でも本来なら、まあ、そういうおばあちゃんがそういう部分があったとしても、子供からしたらやっぱ優しいおばあちゃんであった方がいいわけで、なんか自分に対して直接やられてないことでも、あ、うちのママをいじめてるんだとか、なんかそういうふうに見えてしまう。そうするとね、関係性も家族の関係性も良くなくなってしまうから、あまり子供にそういうことを聞かせたり見せたりすることは良くないですね。だから意外と電話だけでもね、子供はそのリビングでその辺で遊んでて聞いてないと思って、誰かお母さんがお友達だか誰かと話してる内容とかも自然にこう耳に入ってしまう。やっぱ耳学習ってあるから、子供ってなんかこう、例えば英語とかにしても何にしても、こう耳だけで、別に映像を見てなく耳だけで覚えるっていうことがよくあるじゃないですか。それがまあお念仏のように自然に入ってしまうんですよね。そうするとやっぱ母親って絶対になっちゃうから、子供からしたら
だからうちのお父さんこうなんだ、おばあちゃんこうなんだ、お母さんがそんなに悲しむことがあったんだとかいうふうに子供がそういうふうに覚えてしまう、特に小さいうちは。そしてまた怖いのがこれ大きくなった時にそれを思い出しますよね。そして子供は子供なりに大きくなったら一人の大人に近づいた女性として見るじゃないですか。その時に、あ、昔お母さんあんなこと言ってたけど本当はうちのお父さんそうじゃなかったって分かった時、最初小さい時はお母さんがかわいそうって見方してたけど、あ、そういうふうな思ってた自分は違うんだってことに気づく日も来てしまうんですよ。お母さんが間違ってるってこと気づいちゃうんですか？そうそう、 あれってお母さんのわがままだったのかもしれないとか、もうちょっとお母さんがちゃんとしてればこうじゃなかったのかもしれないっていうことに大人になるとやっぱいろいろな経験を積むんでそれに気づいてしまう。そうすると大好きだったお母さんのことも尊敬できなくなったり、また母親との関係がうまくいかなくなったり、大きくなった時の歪みの方が大きくなってしまう。かおりさんも実体験があるんですか？それ私自分が小さい頃にうちの母親が要は父方の親あの家にね行った時にすごいこう洗い物したりお掃除お手伝いしたりしてたんですよ。でそれをポロッとね、まあ、家ではやんないくせにって言っちゃったんですよ、まあ、家ではやんないくせにって言っちゃったんですよ誰が私がねえ、まあ、そんなママ家ではあんまりやんないのにここではよくやるねみたいなことをポロッと自然に言っちゃったんですよ。悪気なくね、子供だから。すごい怒られて要はまあうちの母親からしたらね、自分のお姑さんの前でそれを言われたことになるから今考えたらすごいまずいことだったんでしょうけど、でもすごい怒られたんですよ。でもその時私はだって私は普通にいつものこと言っただけじゃんって思ったんですよね。怒られたこともよく分かんなかった。でそれに対して後々後々ね、自分がちゃんと日頃やってないからじゃんっていう風に母親に対して思ったんですよ。だからそういうことをやっぱり子供に怒っても理不尽じゃないですか、子供からしたら。だから子供ってそれぐらいこう純粋だし素直だし、思ったことストレートに受け止めるっていうことがあるから、その辺の言葉はね気をつけないといけないなと思いますね。そして親だからいいのよっていう、私は大人だからとか私は親だからでもあんたは子供だからダメっていう言い方ね、それはダメです。やはり子供は同じやっぱり人間として、一人の人間としてこう会話をしたりしていかないと、なんで親だからいいのとか、なんで親だからそんな偉いのとか、そういう風になってしまって素直に話を聞けなくなってしまう。だから自分の立場を職権乱用みたいなもんですよね。もう上位で私はもう親だから偉いのよ、ね、あなたを産んだんだから偉いのよっていうような考え方、そういう形で子供に物事をこう諭すような言い方をしてはいけないなと思いますね。なんかこう自分の所有物みたいな感じで育てようとしてる人、それはでもご本人からしたら可愛い我が子で良くなってほしいからっていう気持ちがあって一生懸命になってしまうのは分かるんだけど、全部自分でレールを引いてしまうようなやり方、小さい時はあれやらしてこれやらしてこういうふうにして、そして大体中学生ぐらいになったらこういう学校に入れて、で最後こういう大学、高学歴のいい大学に入れて安定した、大企業でいい会社に入れる、もうこれが人生の最高のパターンなのよっていうことを洗脳じゃないけどね、そういう形で子供に押し付けてしまって、でまたそこからはみ出ようとするとあんたはダメよってこうすごくその子のことを責めるというか、で結局大人になれば当然のことながら自分のやりたいことだったりそうじゃないんではないかということが出てきたり、子供は子供なりにする、そこで親と反発してしまったり、また反発できるぐらいにメンタルが強い子供になってればいいんですけど、それができないで結局自分は何をしたらいいかわからない、で引きこもってしまって家から出ないニートになってしまう、で最後一番困るのは親なんですよ。でそういう我が子でも40、50になったって社会で機能しなくなってしまってどうしましょうって言って最終的には親が悩むことになる。だから良かれと思って引いてるレール、それは自分の物差しだけの話であって、それが絶対にいいかっていうのはわからないんですよ。そしてやはり夫婦喧嘩は絶対ダメですよね。
ね、罵り合いみたいなことを子供の前で見せることになりますし、まあ、口だけならまだいいですけどね、最近でお互いに手が、ね、出てね、乱闘騒ぎみたいなことがあるような家もありますから、当然そういうことは良くないですよね。やっぱり子供からしたらどちらも大好きなお父さんとお母さんですから、それがまあ、ね、逆にお父さんがすごいお母さんを責めてれば、なんかいじめてるっていう感覚に取られてしまう。子供ですから本当に根本的などんな理由があってどんな原因があってなんてことよりも、こう目で見たり瞬間的なことで判断をしますから、やっぱりね、殴り合いみたいなことをしてたらそれはそれで恐怖にもなりますし、やっぱそういう親に育てられたっていうことで自分が結婚したいと思えない、自分がまたそういうパートナーを探して家庭を築いてもきっとこういう風になるんだろう、やっぱそういうどっかにあのトラウマみたいになってしまう。そしてせっかく別に自分は新たな幸せな家庭を築けるチャンスがたくさんあるのに自分で閉鎖してしまってる。だから出会おうともしなければ、もうその結婚というものに対しての、 あのこう夢だったり希望みたいなものが一切あの持てずにいる人たちもたくさんいますよ。親も人間じゃないですか、うん、愚痴を言いたいときはどうすればいいんですかね、うん、きちっとお友達とやっぱ子供がいない場所で、あの例えば子供が寝てからちょっとお話をするとか、女の人だけで集まった女子会みたいなところでね、バーってはけ口するのはそれは別にいいと思うんですよ。だけどやっぱり子供の前ではね、まあ、嫌な思いをしたりってするだけだから、それはしない方がいい。でまたね、女の人ってあのこう集まって旦那の愚痴とかって言うのはいいんだけど、結局自分が選んだ男でしょ、結局自分が選んだ男でしょ、それの悪口をさ言うってことはさ、そう、自分が見る目がないってことをもう言ってるようなもんだから。だからよくいるじゃない、あの変な話、夜の生活のああでもないこうでもないまで言ってしまうとか、そういうのってほら一生会わない人ならいいけどさ、旦那だっていつか家族同士で会った時、旦那はそんな話をされてるとは思わないけど、そういう目で見られてるわけじゃんそれを想像するとそれも嫌だしねだからあんまり人前でねそういうことをね言うもんじゃないし、それだったらもう直接旦那にぶつけられるような環境を整える方がいいでしょう。まあ今日はね、子供の前で親がしてはいけないことというお話をしましたけれども、本当に子供は純粋ですし素直ですから、よく見てます。そして言ったことをやったことがあのそのまんまね入っていると思ってください。ですから子供の前では、人の悪口を言ったり、まあ、旦那を罵ったりそういうことはね、できるだけしないようにしましょう。ぜひよろしければ YouTube チャンネルの登録よろしくお願いします。